そして迎えたスーパーバイク決勝。今季5度目のポールポジション、川崎 ZXR 塚本翔一、予選2番手ラッキーストライク鈴木の柳川明、予選3番手ヤマハ YZF 藤原紀彦、フロントロー4番手 ZXR の梁明、セカンドロー5番手はホンダ RC45 青木拓磨、2年ぶりの全日本を走る川崎の相和隆弘は予選6番手、予選7番手ポイントリーダーのヤマハ YZF 吉川渉、3列目8番手川崎 ZXR 北川圭一、ドゥカティの羽賀紀之は予選9番手、ボルドール優勝の永井康友は4列目13番手スタート。スーパーバイク決勝スタート、周回は25周。真っ先に1コーナーに飛び込んだのはヤマハの藤原、以下鈴木の柳川、ホンダの青木、塚本亮、北川総和、4台の川崎が続く。第8戦、鈴鹿の第1ヒート4位が最高と、ここまで苦しいレースが続くラッキーストライク鈴木の柳川明、今回は予選からアグレッシブな走りで2番手グリッドを獲得。この決勝でも好スタートを決めるとトップ藤原についていく。しかしオープニングラップの最終コーナーでハイサイド転倒、調子は上向きだっただけに悔しいリタイアとなってしまう。レース序盤から1分34秒台のハイペースで逃げる藤原と、これを追う青木拓磨のトップ争い、その約2秒後方では北川と塚本の川崎ワークス同士が3位争いを展開する。トップの藤原は35秒台、対して2位の青木は34秒台にペースアップ。7周目には1分34秒747のファステストラップを叩き出すと、藤原との差をコンマ5秒まで縮める。そしてついに9周目の1コーナーで青木拓磨がトップに浮上、今度は藤原との差を広げにかかる。レース中盤13周目になるとトップ青木と藤原の差は約2秒、藤原から約4秒離れて3位争いは依然塚本と北川、川崎ワークスの2台、さらに約9秒後方では相和、吉川、羽賀の3台が5位争いを展開。 AMA スーパーバイクランキング3位の実力を見せつけたい相和であるが、ぶっつけ本番の状態ではそうもいかない。14周目には吉川が相和の前に出る。相和をかわした吉川は5位グループから抜け出すと、前を行く2台の川崎を追う。レース中盤に一度は2秒以上に広がった青木と藤原の差であるが、再びペースアップした藤原は周回遅れをかわしながら徐々にその差を縮めていく。前回鈴鹿の第2ヒートではトップ争いを展開する藤原と青木が接触、藤原は転倒リタイア、青木は優勝。因縁の2人のトップ争いは接近戦のまま終盤を迎える。